6月21日の夜ロサンゼルスのダジャーススタジアムでファンにとって特別な一戦が行われました大谷翔平選手がドジャースに移籍して以来初めてのフルスエンゼルスとの対戦となり多くの注目が集まりました特に注目すべきは大谷選手とエンゼルスの先発投手パトリックサンドバル選手との再会です 二人はかつてエンゼルス時代に共に食事に行ったり、冗談を言い合う仲の良い関係で知られています。しかし、この試合はサンドバル選手にとって涙の負傷交代という厳しい現実となりました。このビデオで、この特別な一戦の詳細と、その後のインタビューやファンの反応を詳しくお伝えします。試合が始まる前、 大谷選手は新しいコラボレーションスパイクを履いて登場しましたこのスパイクにはファーストピッチフルスイングという大谷選手の座右の銘が記されていますまた大谷選手は試合前にエンゼルスの多くの選手と談笑する姿が見られました特にキャッチャーのホッピー選手とのやりとりやサンドバル選手との挨拶はファンにとっても印象的なシーンでした 1> 第1打席ではサンドバル選手との対戦で2ストライクと追い込まれた後と四球で出塁しました第2打席では3ボールにストライクのカウントから7球目を投げられサンドバル選手が顔を歪める場面が見られましたここでサンドバル選手は左腕を痛めトレーナーと共に退場となります試合中サンドバル選手は大谷選手への23球を投げた後。 サワンに痛みを感じ始め、そのまま交代を余儀なくされました。エンゼルスの監督ワシントン氏は試合後、右前腕の張りが早期交番の理由だと説明し、さらなる検査が必要だと発表しました。サンド・バル選手自身も、今はかなり気分が落ち込んでいる、と語り、詳細がわからないため不安な様子を見せました。第3打席では、 大谷選手が2アウトカウント1ボール1ストライクから速球を振り抜き、打球速度 113.1MTH、飛距離 144.6M の特大ホームランを放ちました。これで今シーズン22号目のホームランとなり、連続試合ホームランも今シーズン5度目、今月8本目となりました。このホームランでナショナルリーグのホームランランキングでも単独首位に立ちました。 試合後、サンドバル選手は大谷選手について、彼の打席は結構気にしていた印象があった。最終的に少し残念な結果になってしまったので、あまりひどくない怪我であることを願っている、と語りました。一方、大谷選手もサンドバル選手の状態を心配し、僕の打席は結構気にしている印象があったので。 最終的に少し残念な結果になってしまったので、あまりひどくない怪我であることを願ってますし、早く戻ってきてくることを願ってます、とコメントしました。今回の試合は、大谷翔平選手のフルスエンゼルスとの初対戦という特別な一戦となりました。試合は延長戦に突入し、ドジャースは2対3で敗北しましたが、 大谷選手の特大ホームランやサンドバル選手の負傷退場など多くのドラマが展開されました特に大谷選手とサンドバル選手の友情が感じられる場面は多くのファンの心に響いたことでしょう今後も両選手の活躍を見守りながらさらなる成長を期待したいと思います今回の試合や大谷選手のホームラン量産についての感想やご意見など ぜひコメント欄でお聞かせください次回もお楽しみに